柳本直太郎から1913年3月13日は、明治時代の日本の官僚、教育者、旧越前福井藩士、忌味名は自家満、豪派9歳、明治初年の名は関係。第一大学区第一番中学学長、東京外国語学校校長、名古屋市長を歴任した。河江元年3月7日。 柳本九兵衛の子として、越前国福井に生まれる。微録の福井藩士だったが、その際を認められて、文久元年3月に、英語の学習を命じられ、翌年、江戸に設けられていた幕府の洋学研究教育機関、番書調べ書に入った。現時元年10月、英学修行のため横浜に留学。幕府が設けた横浜英学書で、英語通訳要請を行っていた。 サミュエル・ロビンス・ブラウンの下で学んだという。慶応2年2月には、慶応義塾に入社。さらに、慶応3年4月、福井藩製造部業、佐々木ゴ六の通訳拳銃者として、軍機購入のため、米国に派遣され、アンドリュー・ジョンソン大統領や、ユリシーズ・グラント臨時陸軍長官に越見明治元年10月に帰国した後は、 翌年9月から再び横浜に留学した。明治3年3月、前年に新政府が設けた大学の小助教となり、翌年7月に大学が廃され文部省が新設されると、文部中助教に進んだ。また、明治3年7月には米国に留学する、課長偶白教新能の随行を命じられ、在職のまま再び渡米へ。 新能と共に、ブルックリン工科大学で、入学予備教育を受け、在米小弁務士、森有則からは、杉浦幸造、与智衛門と共に、米国留学生総代を命じられたが、母が病にかかり余命わずかとなったことを受けて、明治5年1月に帰国している。帰国後は、文部大助教、文部省教授、文部省七等出資、文部省六等出資を経て十月に、 小忠氏学に就任。明治7年4月に、再び文部省六等出資となった後、同年9月に出資を免じられた。この間、南高御用係研教所幹事となり、英語課程で、給理学を担当。明治5年3月の南工行校の際には、自然地理学大位を演述している。また、同年8月の学生制定により南高が第一。 大学区第一番中学に改められるとほどなく、学長に進み、小正学に転じてからは新設された第一大学区正正学局の事務を担当。明治6年6月、他の6大学区に、正正学局が置かれると、第二大学区正正学事務献金となり、各大学区正正正学局が一局に合併される、翌年4月まで第一第二大学区の学児を監督した。 明治7年4月、東京外国語学校副長兼、改正学校副長に転じ、翌月には、東京外国語学校長に就任した。このほか、生涯では、明治6年3月に、東京府浅草秀久町に開設された、私塾、名神学者の講師となっている。面出資後は、明治8年2月から翌年まで、鳥取変則中学校に勤務。 明治10年1月、兵庫県御用係となり、同県小書記官、大書機関に進んだ後、明治17年1月に、長崎県大書機関に転じた。明治19年7月、さらに、愛知県書記官に転じ、明治26年3月に非職となるまで在職。その後、 明治27年2月から明治30年6月まで、名古屋市長を務めた。大正2年3月13日、去年66で死去。墓所は、名古屋市の矢事霊園。ありがとうございます。